異界渡りの本質は龍の持つ能力だとお主は考えているのか。しかしそうなると大異変の首謀者にも龍との関わりの容疑がかかることになる。長く幻想郷に住んでいる者ほど口にできぬばかりか思いつきもしない観点だ。お主の話は誠に面白いぞ。